これ何音楽違う。ほんま？何も来ない。来ない。来ないっていうか多分ね。夜過ぎまた夜もういたよ。湖の女神さん。いきなりですか。いきなりですがカジミン、アンドキオイヤ、ノーカルト、全然言ってない。HTTPS。なんか来るかな。ここ電波悪いね。あ、そうなんや。うん。出てみる？うん、出る。いいよいいよ。うん。いやーどうなんやろ、でも誰も来んかもよ今の時間帯、こんな早い時間帯に来んかな。あーでも誰も来そうもないかな。まあでも残しとくけどな。ボケてる、やっぱボケてる、ほらなんで。あ、ライブの終了違うし、ひんしん、あ、一人来た。1名の方ありがとうございます。ちょっとねボケてるのはなぜかわからないんですけど、ここが前言ってた、あの来たかった、そのなんていうのかな、この道をまっすぐにつけようと思ったら、この真ん中の木、あ、ちゃんとなったなった、真ん中のこの木を切らなきゃまっすぐにできなくって、で切ろうとしたらいろんな不幸があったっていう道なんです。でもねそれがあのまたがずに横にできてました道がで昔はびっくりしたよね。昔はこっちとこっち側と左右に分かれてたんです。で、この真ん中にこの木があって、どうしても、切れなかったっていう木なんです。でもこれ面白いでしょ？これ。これ右と左と道が分かれてて、で、この道をまっすぐにしようと、この木を一旦切ろうとしたら、もう全然、もう幸いが起こって、切れなかったっていう。めっちゃ古いですよ。大木です。この木です。まあ、ちょっとねここ暗い時に来ると全く街灯がないんでもう怖いんですよ。うん、でもちょっとそこはねスキー場のちょっと近くなんで、ここちょっとね某スキー場の地元のスキー場のちょっと降りたとこなんですけど、まあこの木ですね、この木でちょっと下のやっぱりこう石塚みたいなのもちょっとあったりで、で晩に来るとねどうしてももう今はまだちょっとまあこの車の通ったりするのもあれなんやけど、大曲がどきらしいです。夕方大曲がどきというらしいです。あの牛蜜どきじゃなくって大曲がどき。でもこうあの映ってる感じではめっちゃ明るいんですよ。でもものすごく夕方暗いっていうか薄暗いです。もうちょっと明るく映ってますけど、あ、誰もいなくなりました。でも映しますね、この映像はまた残すので、後でね、またアーカイブ見ていただいても構わないです。よかったらね、コメントください。ここがんで前に、なんかこれ、ここなんか光の加減かな？今ここボワーって、ほら。ほらほら、ボワーンってなるね。光の加減やね、これ。ちょっと横のところが、ボワーンってなってるけど。多分光やね、ほら。ほらほらほら。その指がじゃなくて。指じゃない。指映るのここやから、ほら。ここ何も映ってないよ。指じゃないよ。うん、指じゃない、なんか光の加減かな、多分夕方こう日が差してるんで、向こう夕焼けなん でこれはまたあのアーカイブにでも残しとくんで、またね後で見に来てください。今日はね前回ちょっと行けなかった、某スキー場ですね、地元のスキー場のちょっとまあ下の方にある、道が分かれたところにもう真ん中に木が立ってて、この木を切ってまっすぐ道をしようとしたんですけど、もう昔からそのいろんなことが栽培が起こるんで、もう切らずにずっと道をこう左右に分けて作ってた。ほらボワーってなるの、ここね。これ多分でも光やろね、ずっと何面もなってるから。うん、さあもうここでちょっとね、あのこうピラピラっていうあの紙のやつはねついてないんですけどね、やっぱりこう、うん、でも石塚がここにちゃんとあるからきっと、うん、ここで間違いないです。これで間違いなくって、でもうほら木もねこんな感じで、この日本の木で多分ね昔これにこうちゃんと巻いてなってたのです。でも今はなってないです。でもかなり樹齢が、ね、うん古いです。たらまあ落ちる、ね、そうです、もう日が落ちたら怖いので帰ります。ちょっとまあ何ま、3名か4名ぐらい来てくれてはったんですけど、うん、でも今はまあちょっと誰もおられないですけど、このままアーカイブ残すんで、もしよかったらねコメント残しといてもらっても、あ、1名の方ありがとうございます。よかったねコメントください。こっちから見たらちゃんと気が映ってる。そうです、光のあれでさっきのところだとこれねちょっとすごく明るいんですけど、もうだいぶ薄暗いんです。ちょっと上もこんな感じ、
こんな感じで。この木、アニメの方ありがとうございます。これがね、先ほども何回も言ってるんですけど、前にこの道をね、まっすぐ、この木を切って、道をちゃんとまっすぐ2車線でしようとしたんですけど、この木を切ることによってちょっとまあ、幸いが起こったので、こう木をまたいで道がある。っていうところで、ちょっとまあオカルト的な場所なので来たいっていうことですね。前はねちょっと夜中やったんで、ここ本当にちょっと怖いんですよ。周りね見てもらったら分かるんですけど、民家がなくってめっちゃ怖いとこなんです。でこの上がね、スキー場があるんですけども、全然まあ今雪ないです雪がなんで、まあこの奥はまあ別荘地やったりするんで、ちょっとパッと見富士の樹海かなみたいな感じに見えますけど、もう今ちょっとまあ時々車も通ってますけど、まあ、もうちょっとするともう車はほとんど通らなくなります。さあね、いじめの方ありがとうございます。ちょっとね、もう今何分ぐらいかな、でもまだ5分10分ぐらいしか話してないのかな、いやまだ6分ぐらいしかちょっとお話はできてないんですけど、外なので寒いので、非常にアニメの方ありがとうございます。よかったね、ちょっとまた いろいろコメントいただければ、コメントお返事できますので、まあ、ここはどこですかって言ったら何べんでも、です、はい、こんな感じでね、めっちゃでっかい木なんですよ。でもこの木を切るともう幸いが起こって、その道をなんぼ直そうと思っても災害が起こるんでもう直せないっていう。でも それをやめたのか、こっちに道ができてますでもね、名残はあるんです。こっち道がまだちょっとここ隙間が狭いですけど、ここに一車線があって、でこっちちゃんとやっぱり元のその反対方向の一車線があります。で多分もう切らないで横っちょに作ろうってことになったんやと思います、ね、うん、そうです。で多分ね、これ雪国というか雪の地域になかったらこれなんやろうってこれ全然オカルトに関係ないんですけど、これなんやろうっていうの知ってあります？これね、雪が積もったら何メーターかっていうのわからない。この端がわからないです。ここの縁石の上にね、乗っかってしまったらダメなんで、ここからこっちは、道ありませんよっていう。ほんで、これが雪が積もると同時に伸ばさはるんですよね。まあ、雪国の人は多分知ってはると思います。もう京也ちゃんが映らんように、もううろちょろうろちょろうろちょろとしてます。まあ、こんな感じでね、ちょっとまあ、もう静かな森です。こっちも多分別荘地がちょっとあったりとか、あと民宿ですね。民宿があります。でももうその時だっけ。あそこ美味しそうなお蕎麦さんが。ここ何蕎麦やったかな。函館蕎麦っていうのが有名。いや大丈夫です。函館蕎麦のスキー場。2つを合わせればどこのスキー場か分かるという。まあでもまあ地元なんで。全然私は顔バレもしてますし、地元バレもしてるんで全然平気ですけど。で、こっちはペンションがあったりとか、民宿があったりとか、あと別荘地があったりとか。で、ここね、ちょっとまあ人工のスキーもちょっとあるので、時々多分スノボとかはする、しに来る人があると思います。こんなとこで何してるんやろと思う。まあそしたら田舎の夕焼けの、風景を最後に、多分今日はどこも行かんよね。どこも行かんよね、もうこの後。まあ多分またもしかするといきなりですが、かずみ&今日はオカルトークまたできるかな。これからちょっと買い物にね、出かけたいと思いますので、またいきなりするかもしれないので、3点ですね、しといていただければまた聞くことができるんで、またどうぞよろしくお願いします。そしたらかずみんと。はい、今日やのでした。でした。でした。また後で。